は。見えてますか？こんばんは。インスタライブ始まりました。見えてますか？あ、さゆって言ってる。はーい。さゆです。じゃん、今日はインスタライブこのさゆと君と夏ツアーのこの幕のバックでお届けします。よろしくお願いします。あ、見えてるよ、聞こえてるよって書いてある。ありがとうございます。なので、じゃあ見えてるみたいだし聞こえてるみたいなので始めていきたいと思います。見て、うさちゃんの耳みたいじゃない？かわいい。今さ、この幕がどういう風に映るかをもう試行錯誤めっちゃしてて、結果これに落ち着いたんだけど、もうすっごいそれでわちゃわちゃしてて、でもよかった、20時間に合った。ということで、ちょっとコメントも見たいな。はい、いっぱいコメントありがとうございます。今日はですね、まあ、この後ろに幕もあるんですけど、さゆと君と夏ツアーで行ってきた仙台、山口、福岡、大阪、名古屋で買ってきたお土産を、お菓子いっぱいあるからそれを食べながら、まあ、そのツアーの打ち上げ的な感じでお届けしたいと思います。よろしくお願いします。ラインナップ的には、まず一番最初東京から始まって次が仙台だったから、このまず王道の、あ、取れない、萩の、あ、出て萩の月と、次がもう山口か、そうか、もう山口だ、のどぐろせんべいと、あと、まあ、王道のふぐせんべいと、あとこれ最近新しく出てたんです、見て、しそわかめせんべい。しそわかめってあの山口でめっちゃ有名なふりかけがあるんだけどね、それのせんべいが出てて、これ私食べたことないです、初めて食べると。まあこれは大好きな山焼き団子、これは自分で持ってきたのと、あとこれ見て、じゃん、月で拾った卵のマンゴー味とパイナップル味、マインとパンゴ。なんかこれ山口で自分で買ったんだけど、なんだっけな、まあ、わざわざっていう言い方もあれだけど、でも本当にわざわざ別の場所でマインとパンゴにしたくて買いました。なんか初めなんかデパートみたいなところ、まあ、みたいなっていうかデパートで、どっち買ったんだっけな、でも確かパイナップル味があって、でパイナップル味買って、でその後あの帰りの空港でマンゴー味も見つけてマンゴー味買いました。この2つでマインとパンゴでしょ。で次が福岡は大好きな通りもん、そして大阪は、これはあの大久保薫さんがくれた差し入れです。かげろう、なんかすごいこれ美味しいって言ってたので食べるの楽しみ。んで最後名古屋が、よいしょ、これです。え、美味しそう、小倉あんパフェサンド、かわいいパッケージも切って貼りたいね、手帳にシールみたい、かわいい、かわいい、これ大カットステッカーが中に入ってたらいいのにね、入ってないんかな、そんなことは書いてないけど入ってたら嬉しいです。ということで何かしら食べていきたいと思います。じゃあ何食べようかな、まあ、じゃあまずは、あ、マンゴー味食べたって書いてる、あ、じゃあやっぱり私も気になってたので、これ月で拾った卵、山口で有名なお菓子なんですけど、私も気になってたのどっち食べようかな、両方美味しそうだけど賞味期限早い方にしよう、マンゴーの方が早いのでマンゴーにします。いただきます。すごいお腹空いてるの私今嬉しい、食べれるの、あ、開かないかもしれない、あ、開かないかもしれない、あ、開いた、よかった、
いただきます。おいしそう。こういうねふわふわ系のやつで中にクリームが入ってるんです。いただきます。うん、なんか、うん、結構マンゴーかも。おいしい。うん、あ、結構マンゴー想像より。おいしい。マンゴーのなんかね香りもするし、結構トロピカルな味します。まあ書いてあったから言ったんだけど夏限定のトロピカルな月で拾った卵ですって書いてある。でもほんとトロピカルな感じする。おいしい。うん、なんかもう果肉入ってる。まあそれも書いてあるんだけどマンゴー果肉入り、もう本当に美味しい。うん、おいしい。なんかそう、ふわふわです。すごくなんかいつもと、なんていうの、インスタライブのこの画角っていうんですかね、違うから。どうこの画角今コメント見てる。めちゃくちゃたくさんある。山焼き団子おいしいよねとか。あ、そうだ、静岡めせんべいも食べたいんだけどさ、食べたことないから。山口のものばっかり食べちゃう。まあ一回地元なんだから、自分の。あ、黒のワンピースかわいいって書いてある。嬉しい。これかわいいよね。今年買ったんですけど、なんか一回しか着てなくて、で早くたくさん着たいなって思ったんだけど、その一回着た、ご飯行った時のやつをストーリーにあげたら、すごいかわいいとか、どこの服ですかみたいなのすごい書いてくれてて、でみんながすごい褒めてくれたから、また着て全身撮ってインスタにあげたいなって思ってたのに、なんか着る機会がなくって、なので今日だと思って着ました。なんか結構夏っぽい感じするから、もう9月だしなって思ったけど、まあ、サユと君と夏の打ち上げだから夏っぽくていいかと思って着てきました。うん、ふん、マンゴー限定じゃなくてもいいのにねっていうぐらい美味しい。まあでも夏だから食べれるっていう感じで美味しかったです。価格が新境地って書いてあるいや本当にね、まさか価格でこんなにね、なんかいろいろ揉めるじゃないけど、うまくいかないって思わなくて、だからはじめ全然違う価格、違うっていうか、いつも通りの価格でやってたんだけど、なんかうまくいかなくて後ろが、だからもうマネージャーさんとああだこうだ言いながら、どうするのがいいんだろうってなって、もう本当に今日20時からだったでしょ、始まる2分ぐらい前にやっと落ち着きました。ああこれにしようってすっごいもうね、割ともう本当に大改造レベル会議室もう本当にすごいいろいろごちゃごちゃ動かしちゃいましたけど、まあ画面に見えてるのはここだけだから分かんないよね。なんかいつも見慣れてる風景がなんか違う感じになった。模様替えしちゃった。後で直しときます。ってことで次何食べよう食べながらいろいろ喋っていきたい、行きたいと思います。ちょっと飲み物も飲みます。これはカフェラテです。そうそう、あのライブツアーが終わったので、まあ、その思い出話とか、あ、時は公演行きました。 ありがとうございます、まあ、ありがとうございます。私の公演じゃないんだけど、いや、まあ、地元の有名な場所行ってくれて嬉しい。あ、しそわかめも食べてみなきゃね。どれ食べよう。通りもも大好きだし、かげろうも気になる。大久保さんがくださったので美味しいって言ってた。ということで
まあいろいろ喋っていきたいと思います。もうね、瀬戸利もバレても大丈夫だもんね。だからいろいろ喋っていきたいなと思ってるんですけど、昨日か一昨日かな、インスタのストーリーの質問箱で、さゆと君と夏ツアーのなんか好きだったところ教えてみたいな感じで、そう聞いて、みんないっぱい書いてくれてありがとうございます。なんか文字数制限があるからさ、インスタのストーリーじゃなくて、ストーリーじゃなくて、その質問箱の返信だから、みんなすごい小分けにしてくれて、小分け作業上手って思いました。すっごいいっぱい送ってくれて嬉しかったです。でも本当一つにまとめてくれたりとか、まあちょっとね、1時間じゃない、24時間しかストーリー上がらないから、その時間内に書けなかった人とかもいるかもしれないんですけど、ありがとうございました。ということで、まあなんか食べながらいろいろ喋っていきたいと思います。まずは、まあ、この見えないんだけどね、すっごい下にあるから、さゆと君と夏っていう、サイミーランドール、さゆと君と夏っていうこのタイトルから、もう本当にお気に入りでした。さあでね、なんか結構そのストーリーの質問箱にも、タイトルがまず良かったって書いてくれてる人いっぱいいて、君を入れてくれて嬉しいって書いてくれてました。でも私からしたら、もう本当に君がいなかったらライブができないので、はい、ありがとうございます。そう、まずだからタイトルからしてすごいお気に入り、私なんかこう響きがいいじゃん、さゆと君と夏っていう、はい、ということで、それがすごい気に入ってました。まあ思い出話割といっぱいあるからサクサクいくね。はい、ということで、次2つ目があ、タイトル天才でしたって、嬉しい。あとはね、衣装も今日ちょっといろいろメモしてきたんですよ。言いたいことが多すぎて多分すぐ忘れるだろうなと思って、衣装もすごく可愛かった、それがすごく嬉しかったです。もうね、いつもお願いしてるスタイリストさんが今回ももうめちゃくちゃ天才な衣装を作ってくれて、才能を発揮してくださって本当にありがたかったですね。なんかでも本当にその質問箱で、ね、ファンのみんなからの意見も、衣装が可愛かったっていう意見すっごい多かったです。あとなんかイヤリングまで可愛かったって書いてくれてて、イヤリングもすっごいたくさん用意してくれて、なんかこれがいいって言って自分で選んでつけてたんですけど、ピンクの衣装の方はハートのねイヤリングをこうやってつけてたんだけど、物販の時に、その物販っていうかグッズ撮影の時に、ハートにこういうなんかこうキラ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 ってなんかチェーンみたいなのがついてるやつだったんですよ。で本番でももちろんそれつけたいってなったんだけど、もうそのチェーンがね、なんか自分の手で取れちゃうわけ、ダンスとかすると。だからこれ諦めなきゃいけないかなって一瞬思ったんだけど、でもどうしてもそのハートのイヤリングがつけたくって、でチェーンをね半分まず切ってみて、それでもダンスして落ちるから、なんかまた切ってみたいなことして、ちょっとずつツアーが進むごとにチェーンが短くなってってるんです。だから最終的にはハート、ほぼハートだけみたいになっていってました。そうでも、もう意地でもそのハートのイヤリングがつけたくて、だからチェーンはまあ短くなってたんだけど、まあ、それはそれでそういう可愛さもあったから、いろんなチェーンの長さの私がツアーこう進むにつれて見れたんじゃないかなって思います。はい、とまあ本当黒の衣装もすごい好きで、ピンクと今回黒だったわけど、黒の方は去年が白の衣装だったから、まあ分かりやすくっていうか、今年は黒がいいなと思って黒でってスタイリストさんにお願いして作ってもらったっていう感じですね。そうね、ジャケットとかもお願いして途中で脱ぎたいですって言って、でスカートの後ろは長くしてもらったりとかしたんですけど、なんかジャケット黒の方は自分からお願いしたんだけど、ピンクの方もジャケットありとなしがあって、で脱いだ時はこういうオフショルみたいな感じになってたんですけど、それは黒の方のジャケットは自分でお願いしたんですけど、ピンクの方はスタイリストさんがもう好意で2種類作ってくださって、そうだからめちゃくちゃ嬉しかったです。でどっちか選んでいいよって言ってくださったんですよ、好きな方にしてねってことで選択肢として作ってくれたんですけど、もう両方可愛すぎて選べなくて、もう両方着るって言っていいですよねって言って、もうマネージャーさんに
もう半ば強引に2つとも来ましたって感じです。本当にもうスタイリストさんが本当にね素晴らしいですっていう感じでしたね。で、まあ、あとは、あ、そうピンクの袖は取り外し可能だったんですね。そうなんですよ、この間あのツイッターに上げた写真で自撮りでなんか答え出しちゃった別に出してもいいんだけど、そうなんかあのさすがにオフショルの上からジャケットはゴワゴワしちゃってできないから、だからどっちかしか無理かとか替え替わりかみたいな話になってたんですけど、もうこれもスタイリストさんの天才的な案で、え、取り外し可能にするできるよって言ってくださって、でもうパッチンでやってくれました。だから毎回ジャケット脱いでパチパチってすぐ止めてもらって出てたって感じですね。そうね、あの写真で分かったって、そうだよねそう、あのオフィショルなしバージョン見せたことないから、初めてあれで見せたんじゃないかな、ノースリーブ姿。あ、でもなんかすごい、その質問箱にはいっぱい書いてあったけど、二の腕がね可愛かったって書いてあったうん、まあ可愛いのかは置いといて、はい、まあ可愛いって言ってくれたからホッとしました。はい、そして瀬戸里のね流れで好きだったのはセットリストね、一番初め3曲なんかノリノリの勢いがいい曲でもうライブって感じの曲から始まって、でその後 MC したでしょ。でその MC 明けのその乙女スランプっていう曲からのキュンワノットチーギュー少女予報の流れがめちゃくちゃ私は好みでした。可愛い感じの曲がそう続くって感じでした。サブスクにもあるのでぜひ聞いてみてください。そうね、なんか本当にさっきから質問箱の話ばっかしてるけど、あのファンのみんなもこの流れ好きって言ってくれてて、やっぱ好きなところ一緒だなってすごい思った。見てて感覚一緒なんだなって思いました。うん、でなんか私的にはやっぱりチー牛がすごいライブでやるの楽しくって、なんかさ感想じゃないか、セリフのところで私がセリフ言ってファンのみんなのターンがあるんだけど、みんなが私のこと今日もかわいい今日もかわいいって可愛いよって言ってくれるっていうところがもう毎回超楽しくて、楽しすぎました。なんかその時に必ずお立ち台乗ってたんですよ。東京公演はお立ち台なかったんだけど、その他の公演はお立ち台に乗って、そうみんながねこうやって私が耳にかわいいって言ってみたいなところでかわいいかわいいって言ってくれて、もうさ上からさ見てるかさお立ち台乗ってるから、みんながさかわいいかわいいって言ってくれる顔とかすごいちゃんと見たし、全身でね感じたかわいいって言ってくれるの全身で感じました。それがすごい楽しかったなって思いました。でみんながその言うのも楽しかったって言ってくれてたから嬉しかった。そうしそうはいって感じ、両思いね。でその後がまあいろいろ、まああのバラードコーナーとかもあるんだけど、メドレーがあって、まあ、今回ももうイントロの音とかつなぎの音とかもう最高だったなって、好きだったなって思いました。あとねこれは本当みんなの意見で結構割とあったのが、あのロンリネス東京がメドレーの中に入ってたんですけど、ロンリネス東京のその曲がすごい嬉しかったとか、久しぶりに聴けて嬉しかったっていう意見とか、なんかより好きになったっていうのもあって、なんかこう披露できてよかったなって思いましたね。でからのメドレーが終わった後は怒涛のライブバイコーナーも満載、もう盛り上がる曲満載みたいなコーナーがあったんですけどねすごいだからもう本当にその一連の流れがすごく好きでした。急にコメントを読むそう、あとはまあ瀬戸里はこんな感じでしょ。であとグッズの話をすると、あのみんなからの意見では割となんかあれが好きなんだなと思いました。あのアクキーのアクリルキーホルダーの風船のやつ
まあでも私も好きだろうなって思いながら作ったからやっぱりって感じだったんですけど、やっぱ大きいしなんかねドーンってなってるし、あと普通に衣装も可愛いし、風船もパステルカラーの風船で可愛いしね。だからうん、やっぱりみんなこれ好きだよねって思いました。あと結構トートバッグも嬉しかったとか、あとあの手持ちの扇風機ハンディファンっていうの、それもみんな喜んでくれてたから、そう出してよかったと思った。今回は割と「さゆと君と夏」っていうタイトルだったから、夏に出すグッズといえば何だろうっていうところから考え始めたんですよ、何が出したいかなって思った時に。だから扇風機とかトートバッグも、あのビニールのトートバッグ、そう夏らしいじゃないですか、なんか水着とか入れてそうな感じだから、そういうところから何出したいか考え始めたので、こう自分が出したいと思って出したのが、みんな喜んでもらえてよかったです。はい、あとはそのステージ写真のグッズも今回初めて作ったりとかもしたので、みんなこれからも使ってください。クリアファイルとか、じゃあちょっとなんか食べようか、一旦ここら辺で人生初のハンディファンになってよ。あ、私もです実は。え、うん、私もそうかも、意外と持ってなくて、なんか結構さ、お仕事とかでロケとか夏とかだと、こうスタッフさんが持ってってくれたりとか、なんかヘアメイクさんとか持ってきてくれたりとかっていうので、なんか人に頼ってこれまで使ってきてたからそう、まさか自分のは初めてですそれが自分のグッズだから嬉しい。なんか食べよう。じゃあこれ食べる、かげろう。え、かげろう、そうだね、かげろう食べます。これは大久保さんが持ってきてくれたやつ、大阪のやつかな。ちょっと開け方が雑ですいません。雑。あ、でもこれも割とここは綺麗に剥げたから、ハサミで切って、糊で貼ってシールにできる。かわいい。え、なんかすごい、見て、ここにも見て、かげろうって見える、影のように。え、いいねこれ。え、いいね、なんか私もグッズのこういう箱、道しげってこういうので入れてほしいんだけど、よろしくお願いしますえ、いいな、でもこれ本当にだって、ま、ただの無地かなと思いきや、すごいこだわりを感じる、めっちゃ可愛い。あ、え、なんかこういう感じなんだ、見て、なんかなんていうの、かげろうって感じちょっと食べてみますね。あ、これ一個一個個包装だからよかった。え、すごい軽い、持ってないみたいなんだけど、かげろう、そういうこと？影みたいな感じ？本当に軽い、本当持ってないみたいだよ。あ、これなんかパサパサ落ちるかな、まあいいか、いただきます。え、これどういう感じなんだろう、パイ？なんだ？なんだ？得体の知れないかげろう、いただきます。大久保さんありがとうございます、いただきます。あ、ふわふわ、うん、おいしい。あ、クリーム入ってる、これも。え、美味しい。なんか、え、ちょっとクリームとかもうちょっと食べた。え、美味しい。なんて言うんだろうこれ。なんか周りふわふわなんですけど、でも周りちょいサクッとしてる部分ある、このなんかちょっと砂糖の塊っぽいところ。美味しい。ふわふわだよ本当に。あと生クリーム好きだから、カスタードじゃなくて生クリームだこれ、それがいい。え、生クリームだよね。おいしい、おいしい。かげろうの残骸がえ、めっちゃ美味しかった。すごく美味しかったです、かげろう、気に入りました。
あ、なんかいろいろあるんだここのお店。モナカとか他のも美味しそう。美味しそう、ありがとうございます。じゃあ次行く。ちょっと待って。じゃあ次行きたいと思います。まあ今瀬戸利の流れとか衣装のね話とかしたけど、そのインスタストーリーでみんなからもらったその意見で、そのなんか確かにって思ったりとか、私も好きだなとか、あこれ嬉しいなって思ったのをザーって言っていくね。ちょっとメモってきたから。これはそうなんだって思ったのは、お立ち台、お立ち台みたいなの乗ってたんだけど、たまにね、にから降りるところが可愛いっていっぱい書いてあった。でなんか降りる時にピョンってするのが可愛いって書いてる人もいれば、お立ち台から降りる時がすごいハラハラするって書いてる人も結構見ました。私が多分運動神経良くないからそれでかなって思います。はい、それその意見結構あるなって思いました。あとは単純にめっちゃ嬉しいと思ったのは、歌が上手くなったって書いてあって、めっちゃ嬉しいって思いました。ありがとうございます。これからも頑張ろう。で、あとはアンコールで出てきた時のその缶バッジの位置のアレンジがいろいろあってすごかったって書いてあったんですけど、そうあれはね、T シャツで出てきたんだけど、アンコールの時はで、グッズで発売してた缶バッジをね、いろんなところにくっつけてもらったんですけど、あれは毎回スタイリストさんがやってくれてて、もう完全にあれはスタイリストさんのセンスなんですよ。でもう毎回変えてくれてて、位置をこうなんかデニムにつけたり、この T シャツにつけたり、後ろとかにつけたりとか、あれはもう本当に全部スタイリストさんがその場でその日に考えて、この位置どうかなみたいな感じで、あのこれでどうですかって見せてくれて、いつも可愛いってなってました。毎回違って毎回それが可愛いっていうのがすごいなって私も思ってましたね。そう、あとはね、 MC で食べたものの話が多かったのも印象的ですって言ってました。確かになんかもう、そう最近本当に食い意地張ってるから、食べ物の話がついつい MC でも多くなってたなって思います。あとは、まあ、さっきも、チー牛の話ちょっとしたけど、チー牛がとにかく可愛かったっていう意見とか、そのまばたきとか目パチパチするとことか、投げキス可愛いっていう意見もいっぱいあるなって思いました。あといろんなヘアアレンジ見れたことも結構書いてくれてて、これが可愛かったとか、ストレートが可愛かったとか、そのうさちゃんヘア嬉しかったとか、だから今回結構いろいろ自分でもやったので、そういろいろ褒めてくれて嬉しかった。あとは一番多かったのは、あの左右の顔かわいいって。な、結局一番多かった気がする。私がそう感じてんのかな。なんか見てていっぱいいろんな意見あったんだけど、左右の笑顔がかわいいとか、あのとにかく顔が好きみたいなことが結果一番多い気がしました。あとはね、あの、あ、そうだ、ハッピーバースデー歌えて嬉しかったっていうのもすごい書いてあって、そう、あの7月13日の誕生日からツアーが始まったから、まあ、もちろん誕生日にはハッピーバースデー歌わせてあげたでしょ。で結果何回も歌わせた気がする。なんかハッピーバースデー、バースデー、バースデーソングってないの、なんていうの、ハッピーバースデーいいのか、ハッピーバースデーの歌欲しがりすぎたね。なんかもうさ、7月13日がお誕生日だから、7月12日までが誕生月とか言って、8月12日の福岡のライブでも歌わせたし、
まあ歌わせてあげたしって感じかな。みんなも喜んで歌ってたもんねそう、だから嬉しかったって言ってもらったし、私ももちろん嬉しかったです。あとはもう本当にあの MC のこの言葉好きだったとか、あのああやって言ってくれて嬉しかったですとかって書いてくれてるのとか見ると、なんかこう私も嬉しくなりました。ありがとうございます。あとなんか面白かったのは、あの履け方が素敵って書いてあって、なんかいろんなバージョンがあってすごいみたいな履け方、私えそこまで見てくれてるんだと思って、それは結構びっくりしました。なんかね、白い羽のあと手振って履けるのかわいいとか、あの少女予報の履けも良かったとか、なんか履け方意外と書いてあって、え履け方見るんだって思いました。こうやってさ、ここに来たら声遠いとかあるのかな、こっちの方が声やっぱ聞こえやすいとかあるのかな、遠くても聞こえる。あここに来るとほんとめちゃくちゃウサちゃんだね、耳がかわいい、ウサ耳つけてるみたい。声遠いのかな。えさゆちゃんのハケ方は評判、今一瞬ハゲ方に見えちゃった、ハゲてる大丈夫だよねハゲ方は評判だよって書いてあった。えそうなんだ、知らなかった、評判なの。だからなんか別に今までも気抜いたりはしてないつもりだったんだけど、もっとハケるとき最後まで背筋ピンってしようって思いました。聞こえるけどちょっと遠いんだ。いやそっか、じゃあやっぱ 前のめりで喋った方が聞こえやすいか。そう、あとはマイクの持ち方プロとも書いてあってなんかそれもなんか別に普通にやってって、あんまりなんかマイクの持ち方すごいだろみたいな感じでやってなかったから、えそこ見てるんだっていう、なんかそんな感じで結構びっくりしました。なんかさ、こう、まあ、投げキスとかウインクはもうするタイミングないか、なんかとかプエパチパチとかはさ、みんなこれ好きかなって思いながらさ、喜んでくれたかなって思いながらさ、ちょっとやっちゃったりする時とかあるんだけど、でもその履け方とかマイク持ち替えとかは本当にあんまり意識してなかったから、あすごい、なんかすごい細かいところまで見てくれてるんだなって思って嬉しかった。だから自分がなんだろう、そういう風に思ってないところをみんなが評価してくれるから嬉しかったです。さすが10年選手って書いてある。私20年やってるんですよ13歳の時にモーニング娘。入ったんで、で今もう35歳なんで22年目かなです。あとはね、 あとすごい、あこれ嬉しいって思った意見は、あのグッズを出す順番が良かったって書いてくれてて、そう東京公演 やって次の、2週間空いてまた新しいグッズ出して、2週間空けて新しいグッズ出してみたいなやつをこう繰り返し4回ぐらいやってたんだけど、それの意見はすごい嬉しかった。なんか結構いろいろ悩んで考えてたんですよ、あのグッズの順番を。初めにどの衣装を出して どういう感じで進めようかなとか、コレクション生写真はどこで出そうとか、なんかそういうのを結構自分的にめっちゃ考えて出したから、それを褒めてくれたのはめっちゃ嬉しかったです。あやった、それをもうグッズの出す順番良かった、え嬉しい、あ髪綺麗、嬉しいマニキュアの色かわいい、え嬉しい、ありがとう。でもちょっとね、昨日の夜塗ったんだけど、塗った後すぐ寝ちゃったから、なんかちょっとあの布団の跡みたいなのついちゃってねそこまでね綺麗じゃないんだけど、これはまあ自分のせいだね、マニキュアのせいじゃなくて。そうで一番最後にステージ衣装を出すみたいな、その順番は結構悩みに悩んで自分でこう組んでったから、それを言ってもらえたのはすごい嬉しいです。ありがとうございます。まあって感じだったかな、その質問箱で。なんか嬉しいって思ったのは。
でも全部どの意見も嬉しかった。そう、あとは、まあ、その他の思い出でね、いろいろ喋っていくと、まあ、今回もダンサーのお二人が全部ついてきてくれて、ヒカルさんとモモコさんがねついてきてくれたんですけど、リハーサルは割とそのダンサーの二人がいる3人でステージにいる曲もリハやったりもしたんだけど、その当日のリハーサルね、スタジオじゃなくて会場でする音響チェックみたいなやつは割と一人でステージ出る曲をリハする曲が多くて、もう日本語ちょっとおかしいけどなんとなく伝わってほしいそう、なんか自分一人でやる曲をリハすることが多かったんですよ。で、別にその間こうダンサーさんは別に休んでても全然大丈夫なのに、毎回そのヒカルさんとモモコさんが客席にいてくれて、で客席で一緒に踊ってくれるんですよ。それがいつもめっちゃ嬉しかったなんかね、なんか その姿を見て、あ、なんか愛あるなって思って、だってその日めちゃくちゃね、基本全部2公演だし踊るから、ね、体力温存しててもいいところなのに、絶対一緒に踊ってくれたり盛り上げて、リハから盛り上げてくれたりとかして、それがいつも嬉しいなって思いながら見てました。でもなんかこれをさ、途中の MC とかで喋ろうかなって思ったんですけど、ヒカルさんとモモコさんがいつも踊ってくれてますって、でもなんかこう途中で言ったらやらなきゃって思わせちゃうかなと思って、だからすごい喋りたかったんですけど、なんか次からもやらなきゃやらなきゃって なっちゃっても申し訳ないなって思ったので、最終日が終わった今インスタライブで喋ってますそうでね、まあダンサーさんの話でいくと、結構さ、ダンスお二人もだし、私もまあまあダンスするじゃないですか、歌って踊ってって感じじゃん。でなんかライブの次の日ね、私すごい筋肉痛になるの毎回で、なんかそれがね、なんかまあまあ痛いから普通に、あー筋肉痛だ痛いとか言って、お二人にライブの次の日って筋肉痛になりますよねみたいなこと言ったら、少し沈黙の後に、ああ少し腕がって言ってて、絶対なってないなって思いました。もうお二人優しいから多分ならないですとは多分言えなかったんだと思う。そうだからお二人は多分普段からすごいダンスしてるから筋肉痛ならないんだと思って、私はやっぱ運動不足なんだなと思って、普段から動かさなきゃなって少しだけ思ってますそう、優しいよね、ヒカルさんとももこさんでね。なんか実は、まあ、実はってこっちもないんだけど、名古屋のね会場が最終日ですよ。名古屋のね会場がステージのね床がね絨毯みたいな感じだったんですよ、質感が。でなんかフローリングみたいな感じじゃなくて、絨毯フローリングも違うから、なんかでもいつも結構ツルツル系なんですよ、ステージって。大体どこの会場もでも名古屋は絨毯系で、でそういう生地だったから全然滑らなかったんですね。で、まあ、滑らないのはなんていうの、こう滑っちゃうとさ、体でなんかこうギュッて力入れて踏ん張らなきゃいけないけど、まあ滑らない分にはその踏ん張らなくていいから、そこはいいんですけど、逆になんかそのちょっとつるって滑るのを使ってターンしたいところとかが全然できなくって、なんかそれがねこう、まあ、でもできない、なんか床のせいにしてできないってことはなんか良くないから、まあ、頑張ってやってたんですけど、なんかいつもよりでもやっぱりこう足をねこう上げなきゃいけなかったんですよ、ダンスするにも。なんかちょっと滑りを聞かせて、滑りに助けてもらってダンスしてるみたいな時とかもあるんですけど、それができなかったんですよ。だからいつもより足を上げなきゃで、結構いつもより足の疲れがすごかったんですよ。で、まあ、そのね気持ちを1回目終わった時にヒカルさんとモモコさんに聞いてみたんですよ。今日絨毯だからいつもより足疲れますよねみたいな全然そんなことなさそうでしたえ、私だけと思って、だからこれは私の問題なんだと思って、そう、そんなことがありました。
だからこれは私の問題で、そう、私のせいなんですけど、2人は大丈夫そうだったんで、そうだからおかげで足の筋肉もついたかな。ついてたらいいな。じゃあ、あとは、あ、そうだ、これもね喋ろうと思ってたんですけど、福岡のね夜公演で、アンコールで出る前かな、ステージにうさちゃんヘアをねその時してたんだけど、の影がね見えてたんですよね。なんかそれすごいコメントとか DM とかで送ってきてくれて、みんながなんかそのアンコールで出る前にそのステージに影が映ってて、うさちゃんヘアのセイミがめっちゃ可愛かったです、影も可愛いんですねみたいな意見がめっちゃあったんですよ、その福岡公演終わった時に。で、あのいつも確認用でね、こう引き映像をもらうんですよ。で、映像私超楽しみにしてたんですよ。え、どんな感じで影映ってたんだろうと思って、もうすっごいワクワクして、みんながすごい言ってくれるから、だからすっごい嬉しくって、ね、だからマネージャーさんにこう、え、福岡の夜公演の映像送ってくださいってもう言って、で、なんか何回か違う話にもなっちゃって、映像なかなか来ないから、え、映像まだですかみたいな、早く見たくって、なんならスクショとかしてさ、ストーリーとかにあげようかなぐらいな感じだったから、こういう風に見えてたんだねみたいな、したらまさかの福岡夜公演のみ前半しか撮れてなかったんだって。そんなことあるって感じですよね。普段そんなこと本当に起きないし、基本的に今回のやつはもう全部確認用の映像あるのに、福岡の夜公演だけ一番そこ見たかったのに、影確認したかったのに見れなかったです。こんな時に限ってすごいショックだった。え、見れないんだと思って、だからあれは私は見れないんで、みんなの記憶で、福岡夜公演来てくれたみんなの記憶に残しといてください。悲しみって書いてね、まさに影ろう、え、ウケる。ウケるね。そう、映像も影に隠れちゃいましたね。え、そんなことあるの、いや、ショックでした。このそこ見たかったのにみたいな、前半だけ、しかも前半だけ、なんかその回全部撮れてないとかじゃなくて、前半は撮れてて一番見たい後半がなかったっていう、はい、見たかったです、ちょっと根に持ってます。影見たかったなってね。そうで、あ、そうだ、衣装の話さっきしたけど、まあ、本編の衣装の話しかしてないけど、アンコールはその T シャツを着てたんだけど、下はデニムをね履いてて、で今回はなんかデニムをね履きたいなと思ってデニムでお願いしたんですよ。で、片側だけ結構ざっくり空いてるデニムでお願いしますみたいな、であとはちょっとなんていうの、そういうのダメージみたいなのでお願いしますってこうお願いして、でこれまたスタイリストさんがたくさん用意してくださったんですけど、でなんかいろんなタイプのデニムをね用意してくれて、結果多分 5種類5パターンありました。気づきました。もう本当にねちょっとした違いとかでもあったんですよ。なんならもう色濃いか薄いかみたいな、形とかは一緒なんだけど色濃いか薄いかみたいな、デニムのねとかでもバリエーション作ってくださったりとかもしてたので、結果5パターンありましたね。だね、ダメージデニム良かった、え、嬉しい。そうで、あと本番で、まあ、毎回じゃないんだけどたまにつけてた左右さんのワンポイントのリストバンドと、短パン履いてた時の、ブーツから見えてるニーハイソックスみたいにしてたここのやつの左右差ワンポイントのやつは、まあなんとなくみんな気づいたと思うけど、今回のツアーのグッズじゃなくてファンクラブライブの7月3日にやったファンクラブライブのグッズの方の左右差ワンポイント靴下を切ってリストバンドとニーハイソックスみたいにしてました。でもその案ももうスタイリストさんがこういう風にしたらいいんじゃないって言ってくれて、そうやってもらいました。でさ、なんか短パンでこれぐらいのさブーツで、でここからちょっと靴下出すみたいな、で別にその本当のニーハイじゃなくてニーハイっぽく見せてるだけのやつだったんですよ。だから
まあだから言ったらここにつけてるやつをここに持ってきてってるだけだから、一回なんかもうちょっとここブーツからちょっと出ちゃって、皮膚なんていうの、なんていうの、皮膚か、なんていうの、そのこういうのなんていうの、皮膚か自分の皮膚が出ちゃって、なんかニーハイっぽく見えなくて、膝ガードするやつみたいな、サポーターっぽく見えたみたいな回もありました。ちょっと恥ずかしいけどまあね、いろんなハプニングありますよね、ライブをやってるとね。だからいろんなハプニングあるから、その福岡夜の映像が残ってないのもハプニングだからまたぶり返して喋るんかいっていうね。そうだから、まあ、仕方ないですね、それは。そう、あとは、あ、山口もね今回もあったんですよ、去年に引き続き凱旋ソロライブ2回目やって、あの山口で前乗りをねしたんですよ。マネージャーさんとご飯行ったんですけど、山口 で私がよく行くお店に行って、ご飯一緒食べたんですけど、マネージャーさんと、私はよく頼む和の定食みたいなやつを頼んだんですよ。でマネージャーさんは河原そば定食を頼んでて、まあ、山口河原そばが有名だから河原そば頼んでて食べてたんですね。でお姉ちゃんに連絡したんですよ、今このお店来てるよって言って。でマネージャーさんはあの河原そば食べてたよってお姉ちゃんに連絡したら、え、山口ちゃんと楽しんでるねって言ってましたなんか確かにと思って、なんか何も思わなかったんですけど、すっごい目にいっぱいあるんですよ。でなんか普通に河原そば頼んで、あ、河原そば食べるんだなって思って、普通にお姉ちゃんになんか別に違うことでも LINE、 いつも本当基本的に常に日常のことを共有し合って LINE してるから、だから普通に今ここ来てマネージャーさんからそば食べてたって言っただけなんですけど、山口ちゃん楽しんでるねって言ってて、確かにめっちゃ楽しんでるやんって思いましたお姉ちゃんが山口ちゃん楽しんでて可愛いってほっこりって言ってましたなんかそれが私的に結構ツボだったんですよねね。であとはまあいろいろ地方いっぱい行って、仙台とかではあの笹かま買ったりとか、蔵王チーズも買って、笹かまはあのエリとかにもあげて喜んでくれました、嬉しかった。で大阪はあのスタッフさんと夜ご飯にも行けたし、いろいろなんかいろいろ頼めてすごい美味しかったです。お肉も食べたし魚も食べたしって感じのご飯会でした。あと福岡では私がラーメンに執着しすぎて、ステージ上でラーメン食べたい食べさせろみたいな食べさせろは言ってないけど、あのその時間を組んでこの後の段取りお願いしますとか言ってマネージャーさんにステージの MC で言ってたから、その後マネージャーさんがしっかり段取り組んでくれて行くことができました。美味しかったです。ちょっと食べ物の話したからお腹空いたかも、なんかお腹鳴ったかも今、なんか食べようかな、何食べよう、でもなんかいろいろ食べたいね、せっかく山口のも食べたいし、山口のは食べたじゃんさっき1個、もう大好きな通りもんもいいけど、通りもんはさもう王道すぎて、萩の作るの王道でしょ、王道すぎて絶対美味しいやつじゃん。これは実は食べたことないんですよね、これも王道なのかな、名古屋だと小倉あんパフェサンド、これ食べてみるか、しそわかめもちょっと食べてみたいけどね、美味しそう。え、どうしようかな、でもなんかいろいろ食べてみたいからちょっとこれ開けてみようかな、開けてみます。わあ、かわいい、ステッカーシールが入ってないけどめっちゃかわいい。え、やっぱこれ普通にステッカーシールにすればいいのにね別に私にしか需要ないか。えー、でも絶対かわいい、え、いいよね、これとこれと、まあ、これこの実物の写真とこの名古屋喫茶店の味のこのロゴの3枚セットでどうですか。え、絶対かわいい、欲しいな、食べよう、つべこべ言わず食べます、いただきます。あ、クッキーだ、あ、そうか、パフェサンド、クッキーだ、パフェ、なんだ、なんだろう、いただきます。あ、
ハクハク。うん、うん、うん。あ、美味しい。食べ感は分かんないけど、正直美味しいです。めちゃくちゃクッキーがサクサク。これクッキーなのか、なんだ、なんかね、クッキーでサンドされてるんだけど、中もちょっとクリームっぽくなって小豆の味するんですけど、その中にもザクザク系が入ってるんですよ。それが美味しい。なんか塩気がある。あ、そうか、小倉あんって塩気あるよね。え、そういうこと？小倉あんパフェサンドってパフェをこれにしたんじゃなくて、こういう風についてんの、パフェに、ってこと？パフェについてるこれってこと？どういうこと？え、どういうこと？パフェをこのままギュッてサンドにしたの？それともパフェについてるサンドだけを売ってるってことなの？どっち？どっち？知ってる人いる？まあ、意味わかる。私が今言ってる2択。パフェをそのままギュッてしてこのサンドに一つにまとめましたよっていう商品なのか、このパフェにいつも置いてるサクサクのこのクッキーサンドをそれだけで売ってますよってことなの？どっち？絵的には後者だよね。え、どういうことって、わかる？私が言いたいこと。え、伝わってほしい。意味はわかる？どっちなんだろう。でも別にパフェ感はそんな感じないから、別にこれをパフェにしたわけじゃないのか。やっぱこのパフェにいつも刺してるクッキーを、クッキーだけでもすごく好評だからそれだけでも売っちゃうよってこと？気になるね。めっちゃ気になるけどどこにも答え書いてない。あの、そっか、でもパフェサンドだもんね、名前って書いてある。パフェサンドだもんね。ってことはじゃあこれがパフェってこと？まあどっちでもいいか。どっちにしても美味しい。パフェだと思うって書いてある。やっぱパフェなのか。じゃあこれはパフェってことね。じゃあパフェいただきます。うまい。美味しいです。めっちゃ美味しくて熱くなってきた。あー美味しい。名古屋のこれ美味しかったです。可愛いしパッケージ。じゃあ一旦ちょっとまた喋ろう。また食べるね後で。あ、でもなんだかんだで53分経ってる。サクサクいかないと。クッキーのサクサクだけに。面白くもなんともないね。さ、じゃあ次いくね。いろいろメモってきたやつで。そうそう、質問箱にもね割とあったんですけど、マネージャーさんの、てか今日マネージャーさんの話多くない？まあいや、これで最後にするわ。マネージャーさんの話は、マネージャーさんのね誕生日当日の話が面白かったっていうね意見が結構あったんですよ。そう、私の誕生日当日の話ね。これも福岡のライブで話したんですけど、まあざっくり要約すると、7月13日の私のライブから始まったんですけど、マネージャーさんが私の誕生日忘れてたんですよ。まあそんなことあるって感じなんですけど、まあ忘れてて、で楽屋でね、ヘアメイクさんがおめでとうって私に言った時に、私の横にいたマネージャーさんが、ああそうか今日かって言ったんですよ、っていう話を、まあ本当にもっと長かったんですけど、福岡でその流れをね、朝からの流れも話したんですけど、まあざっくりと要約して喋るとそういうことがね起きて、まあその話を福岡の MC で話したんですよ。でもそれ面白かったっていう意見あったのでありがとうございます。でね、これには話続きがあって、その日 MC 終わったその公演の後にマネージャーさんになんか急に話しかけられて、 MC 聞きましたみたいな、なんか嬉しそうに話しかけられて、確かにあれ言いましたよね、
行った感触あるわって言われたんですよ。でなんかえっと思って、なんかあれ言っちゃって後悔してましたとか、なんかあすいませんあれなんか失礼でしたねみたいなことかと思ったんですよ。 MC 聞きましたの時はなんか言った感触あるわみたいな、なんかすごいいいこと言った人の感じでいるんですよ。だからえっと思って、なんかもう余計ひどいよその言葉って思いました。全然フォローになってないし、なんかね面白かったですそれが、っていうあの MC の話の続きでしたねえということでツアーの振り返り以上ですそう楽しかった。まあでも本当に今回のツアーはまあ一番っていうか、まあこだわりとしてはもうなんか急に真面目な感じになっちゃうけど、なんかさソロになってからのソロ曲のみでセトリを作るっていうのはもう本当にこだわりでしたちょっともうなんかマネージャーさんの話の後だって感想が今マネージャーさんだから、そうもうちょっとそれはもう置いといて忘れようモーニング娘。の頃の曲とか、なんかモーニング娘。の頃のソロ曲とかなしでソロになってからのソロ曲だけで構成っていうのはどうしてもやってみたくて、まあ、それだけ楽曲が増えたってこともそうなんですけど、その、まあ、ソロになってからのソロの楽曲が、まあ、ライブ映えする楽曲とかも素晴らしいいい曲とか、本当にこう自分をもなんていうんだろう、なんていうんですかね、気持ちを強くしてくれる曲がいっぱいだからこそそういうのに挑戦できたなって思ってるので、すごくそれが幸せだなって思いました。はい、ありがとうございました。もう本当に皆さんのおかげです。っていうことで、なんか食べたいけどどうしようかな。もう57分だ。え、待って待って、もっと喋りたいんだけど、え、いいですか、もっと喋って。こうやって1時間で切れちゃうのかな、インスタって。まあやってみればいいか。1時間超えしてもう切れたら切れただね。そしたらまたスタート押せばいいんだもんね。そう、まあでもじゃあ、あ、でもお知らせとかもあるからちょっとサクサクいくわ。ゆっくり食べ過ぎたかな。じゃあライブツアーの話は以上なんですけど、あのそう、あの山口とね福岡のライブをねした後に自分の地元山口県に帰ってきたんですよ。そのままちょっとゆっくりしてきたっていう感じなんですけど、そうで結構夏らしいこといっぱいして、4時間は切れないと思うよ、だってインスタ。あ、そうなんだ、じゃあ4時間喋ろうとそうでね、夏らしいこといっぱいできて、バーベキューしたりとか花火したりとか、あとあの絶対したかったあのスイカ割り、おばあちゃんの畑でできてるスイカ割りもしました。めっちゃ楽しかったです、盛り上がりました、家族で。とかあの山口のサファリパークに遊び行ったりとか、何気に初めて行きました、に行ったりとか、あとすっごい久しぶりに秋吉堂にも行きました。夏は涼しいんですよ、冬は暖かいし、ね、すっごい久しぶりに行って、すごい暑かったからその時、まあ、今も暑いと思うんだけど、すごいそういうのも楽しかったし、結構きつかったけどなんか普通に汗もすごいかいたし、もうハーハー言いながら行きました。でもすごい楽しかったです、そういうのとかもしてきました。であとお母さんの誕生日が8月だから、お母さんの誕生日と、あとおばあちゃんの米寿88歳のお祝いとかもできてよかったですあとねこれいいんですか、喋って。てかまあダメって言われても喋りそうなんだけど、私あの山口でね、あのいつも山口のそのセリアがナバっていう話してるんですけど、セリアにももちろん行ったし、あとダイソーに行ったんですけど、山口のダイソーもめちゃくちゃ穴場でした。もうこんなにシールの品揃えがいいダイソーって東京にはない。まあ東京のダイソー全部行ったことないけど、東京のダイソーはやっぱ売り切れなのかなんのか分かんないけど、山口のダイソーめちゃくちゃシールの宝庫でした。だからちょっとめちゃくちゃ買っちゃったんですよ。いつもねだいたいまあ東京でもさテンション上がってさ、これあれもこれもとか言っていくとさ、すぐ100均といえど結構な額にいっちゃうんですよ、シール買うと。だからいつもまあ
10個までって決めてるんですよ。10枚までって絶対に。まあでも別に 2,3 枚の時もあるし、毎回10枚ってわけじゃないんですけど、上限10枚みたいなで1000何円かみたいな感じにしてるんですね、いつも。でね、もう上限あんまり感じず、でも考えず、だけどまあでもどっかでやっぱ10枚までっていう上限があるから、 12,3 枚とかしか買ってないんだけど、見せていい？ちょっと見てるね。見てシール、これ山口で全部買ったんだよ。山口シールめっちゃ可愛い。なんかね、これ待って、これがダイソーでしょ。しかもね、私がでも10枚までしか買っちゃダメだしなとか、なんかうだうだ言いながらダイソーのシールのね、なんかとこに座り込んでずっとシールを眺めてたんですよ。そしたらお母さんに、もう早く買いやって言われて、でお母さんが全部買ってくれました。もうなんか全部欲しいの買えばいいやんって言われて、でもなんか、でもなんてこれ言ったらでも1500円いっちゃうしとか、一回カゴに入れたのに、でもこれどうしようかなって、もう全部買いって言われて、全部結局お母さんが全部買ってくれました。でね、これが、これかわいい、こんなの東京で見つけれたことないよ。でこれもさ、これのオレンジは持ってたんだけど、初めてピンクとか見たし、白も初めて見たし、なんかこれとかなんて3枚だよ。だからワンシート30円みたいなもんじゃん。どんだけ破格なのと思って、ダイソーで。あと、まあ、これもさ、パン屋さんみたいで可愛いし、これもクロミちゃんとシナモン、なんかさ、これのシリーズももう全部欲しかったし、でもなんかこれでしょ、でこれがダイソーで、これが山口のセリアで買ってきたシールなんだけど、あ、ちょっとこれ、これはね、ダイソーじゃないんだ、あ、し、100均じゃないんだけど、これは見て、お化けちゃん、これなんかいちごの、可愛くない？なんかケーキ、アフタヌーンティーみたいなケーキと、まあポケモンでしょ。まあなんかこういうのは使えるのよ、本当に。ポケモンイベント行った時とかに、ふとポケモンシールいるってなった時とかに欲しいから、これ、これでしょ。でこれが可愛いんよ、めっちゃ可愛いんよ、可愛くない？これ電車とかもね、意外と使えるんよね。なんかこう移動みたいな、移動って書いた時とかに電車シール貼るみたいな。あとこれバレリーナシール、これもね、欲しかった、東京で探してたのになかったやつ。この間バレエ見に行ったんですよ、東京で。でその時にバレエのシール欲しくて、これをインスタで見てたから、なんか欲しかったのに、東京のセリアには売ってなくて、見つけれなかったやつが山口で買いました。あとなんかこのシリーズとかも初めて見て、新しいのかなこの辺は。あとはもうすぐハロウィンかなと思って買ったり。これはね、めっちゃ可愛いんだよ。上から春、夏、秋、冬ってなってんの、わかる？桜から始まり、風鈴とかでしょ？で、秋の模様紙でしょ？で、冬。春、夏、秋、冬。このワンシートで、季節全部感じられるの。可愛い。まあ、これはもう使える系。どう考えても使える系。いつだって使える。まあ、パン屋。なんかパン流行ってんのかな？私の中で。で、なんかこれも可愛かったから買ってみた。まあ、こういうの割といっぱい持ってんだけどね。でもなんかもう可愛くて買っちゃったよね。コスメのこうシートパックのサイズとかも可愛いし、なんかこのコンビニのやつ、コンビニ、これスーパーかのやつとかも可愛いと思って、このカップラーメンに惹かれて買ったんだよね。決め手はカップラーメン。そう、それでね、あれ、これ見せたっけ、これも見せたっけ、あ、なんか見せたね。そう、これも可愛いの、ヘビいるし、電車もあるし、全部可愛い、可愛い、可愛いの言っていったら普通に本当4時間経っちゃいそう。あとこれは山口で買ったシールなんだけど、これは100均じゃなくて275円もする。そう、これは可愛いと思う。なんかこれなんかちょっと芸術の秋っぽいシールで、なんかこういうさ、美術館見に行ったりとか、なんていうの、この映画のチケットとか、こういう映画見に行くことありそうって思ったから、秋はいろんな芸術を感じてこのシールを貼りたいと思います。まあ、シールがもう芸術なんだけどね。ということで、あ、そういうシールつながりから行くとやばい、マジで4時間いっちゃう、ね、あ、これも買った、見て、かわいい。これもダイソーで、キティちゃん、キティちゃんの50周年記念のマスキングテープ、めっちゃかわいいの。ちょっと時間ないから開けずに、この感じて、透明のその先を。もう超高級シールをゲットしてきました、山口で。1枚なんと400円です。高すぎる、やばい。シールで400円、私は
普段はちょっとあまり出せない額なんですけど、でも山口シールでめっちゃ可愛いんで、これちょっと驚くと思います。可愛すぎて。じゃーん、見て、河原そばとかあんの見て。これ空港で見つけたの。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いよね、これ。やばくない？河原そばのさ、この箱とかもあるんだよ。なんていうの、家で作れる用の。いや、これはでもね、400円だったと思う。もうさ、高い高い言いながら空港で騒いで、でも可愛い可愛い言って、絶対欲しい絶対欲しいって言って買いました。山口シール、もうこれは買うしかないよね。で、これよ、これまたしそわかめシール。こんなん絶対買うしかないやん。しそわかめって知ってる？山口で有名なね、ふりかけなんだけど、これ絶対うちの冷蔵庫絶対あるから、切らすこと基本ないから。で、この夏みかんわかめもめっちゃ美味しいわけ。なんかね、もうなんかめっちゃツボをね、押してくるの、こっちの。で、これとかさ、よくお母さんが作ってくるおにぎりじゃん。しそわかめふりかけで作るおにぎり、お母さんが。これは買うしかないよね。でもさ、400円だよ。これで800円だよ。ダイソーとセリアだったら8枚買えるのに、手元には2枚しかないからね。怖いよけど買っちゃったの。そしてね、そしたら今日、マネージャーさんから、道重さんプレゼントですとか言って、見て、4枚 !1600 円見て、これ1600円手に持ってる。やばくない？私はね、400円をするシールを4つあったの、もちろん上空港に。でも、やっぱ、それはね、4種類欲しかったよ。めっちゃ欲しかったけど、やっぱその、なんか買えなかったわけ。普段ダイソーとかセリアで10枚1000円までっていう上限をつけてるのに、その1000円を超える、たった3枚4枚で1000円を超えるの出せるかって言われたら、すごい悩んで、もうまたそれでもお母さんにこれ買えやとか言われたけど、でもいや、これは買えないってなって2枚しか買わなかったんですよ。でもマネージャーさんがくれました。嬉しい。もう全部忘れてあげる誕生日忘れてたことも、言った感触あるなとか言ってたことも、もう流してあげる。これは嬉しすぎる。まあ、もちろんこれももらったでしょ、私が自分で買ったやつで。自分が泣く泣く諦めたこの一級ラーメンも、大好きな一級ラーメンとかいて、この山口のベルちゃんのやつとかもくれました。嬉しい。これ山口で買えるの。しかもさ、こういうのってさ、まあ、高いっていうのもあるし、やっぱこう貴重なやつだし、これごとちゃんと取っておきたいって思うから、なんか使うの躊躇しちゃいそうじゃん。でもほら、こうあるから、私はもう無敵です。もう最高。あ、もう結局シール自慢の回になっちゃった。この山焼き団子のシールも待ってまーす最高。てかもうほんと楽しかったいやでも他にもいろいろ喋りたいこといっぱいあるんだけど、そう、山口で他にもいろいろ楽しいことして、まあ写真もいっぱい撮ってきたから、全然整理してのもいっぱい撮ったから、また整理してインスタとかブログとかツイッターとか上げたいと思います。あの山口のさ、友達のご両親とそのワンちゃんと神社とかにも行ったし、あのその友達、私の友達は不在だったんだけど、そのお母さんとお父さん、友達のお母さんとお父さんと私で3人でお家で冷やし中華いただいたりとかもして、その写真とかも撮ってきてるので、またはい、写真楽しみにしててください。気長にお待ちくださいということで、長くなりましたが、ソロライブツアーの振り返りというか、なんか最後シールの紹介でしたけど、以上です。ありがとうございました。バイバーイって切ると思いきや、ここでお知らせです。なんと、もしかしてみんな気づいてる？気づいてない？あ、ちゃんと予定通り、あ、じゃあ発表します。え、もうみんな気づいてるかな。でもインスタライブ見てるから気づいてないかもね。セミランドール大空の発売してなかったアクリルキーホルダーを通信販売で、え、限定で、あ、なんかよくわかんないけど発売しまーす。じゃーん、じゃじゃーん。これみんな気づいてた？なんと20時から、このインスタライブが始まった20時からサイトもオープンじゃないや、これまでのセミランドル大空の、公式サイトとか、E ラインナップのサイトとかに追加グッズとしてこちら
出てます。見てください、こちらです。あ、そうだ、本物もあるんです、ここに。ありがとうございます。一応ですね、本物もあるので、本物も見せれるし、これでもいいし、どっちでもいいんですけど、あの今回の、まあ、全部4つともお切りなんですけど、こういうフレンズレンズの衣装で、フレンズレンズの振り付けをしています。君が求めるからのとこですの振り付けをしてるやつとか、あとこれもフレンズレンズの衣装なんですけど、寝っ転がりアクキー、これ寝っ転がりっていうか、なんか座ってこういうのとかはあるけど、なんかこういう寝っ転がりのアクキーは多分初めてです。あ、ちなみに今回サイズは8センチです。あのツアーとかは10センチとか結構大きめで出してたんですけど、あのサユランのアクキーは今まで8センチで出してるので、まあ、これは大空グッズということで、サユランに合わせて8センチになってます。で、このアンコールで着てたなんかお人形さんみたいな白い衣装、アンコールだけで着ててすごい気に入ってたんですよ。この衣装のアクキーと、みんなが待ちに待ってたはずのミコさん、ミコさんのアクキー出しました。これはもうみんながあのミコさんのアクキーとかグッズ出してください、出してくださいって言ってたから出しました。ぜひ買ってください。だってさ、今回のそのインスタストーリーのさ、質問箱もさ、ツアーの感想をお願いしますって言ってるのにもかかわらず、ミコさん行くなさいって書いてある人結構いたから、みんな待ってるんだなと思って、だからこの日発表するよって思いながら、うんうんって思いながら見てました。なのでこの4つ、この20時から通信販売限定で、限定で出てますので、皆さんぜひぜひ。あば、熱いシールの話して熱くなっちゃった。パネルで仰ぐっていう。はい、よろしくお願いします。で、あと2つ目のお知らせが、まあもう気づいてる方もいるかもしれないんですけど、あのアーティスト写真が昨日から変わりました。新しくなってます。はい、これもぜひ私の、ホームページだったりとか、ブログも変わってるみたいなので、ブログのプロフィール写真かな。なんか私は自分のやつで見ると自分のブログ開きすぎて、多分サイトでなんかなんていうの、1個前のマインと番号のアーシャを携帯が覚えちゃうんですよね、多分あれ覚えちゃうみたいな感じで、なかなか新しいのに切り替わってくれないから、私のスマホで見るとまだマインとパンゴの時のアーシャなんですけど、プロフィール写真ブログのとかも新しくなってるらしいので、ぜひぜひそっちでも見てみてください。そして最後にもう一つセミランドールギブミーモアサユという、ライブを行います。イエーイ。これはですね、あのモーニング娘。卒業10年なんですよ。でそれの記念したライブを、行います。10年前の11月26日にモーニング娘。を卒業していて、でその日 と、11月25日前日の25日、そして当日26日の2日間でライブを行います。やったー。これは横浜ベイホールで行います。昨日から、ファンクラブ選考始まったので、ぜひぜひよろしくお願いします。まあ、また一般発売とかも始まったら随時ブログだったりとかでお知らせするので、楽しみにしていてください。なんか騒いだな、前髪崩れた。まあいいか。そう、それで、いや本当にね、楽しかったな急に締める、なんか締め方いつも難しいな。そうでも、まあ本当にあの Give me more sayu っていうタイトルは、あの絶対このタイトルにしたかったので、それにできたこともなんかついてる、嬉しかったし、なんかこう10年前にモーニング娘。卒業して、10年後にこうしてソロライブができるっていうのは、本当に応援してくれてるみんなのおかげなので、本当にありがとうございます。2日間、しかも2日間できるっていう、本当に嬉しいし楽しみたいと思いますので、皆さんも一緒に楽しみましょう。ということで、ちょっと長めでしたけど、インスタライブ見てくださって、最後までお付き合いしてくださって、どうもありがとうございます。タイトル考えるの天才。嬉しい。もうでもこれはタイトルもかなり前から自分の中で温めておいたタイトルっていうか、絶対これにしたいなって思ってたやつでした。ということで、皆さん
バイ。じゃあね、またインスタライブもします。おやさゆみん、バイバイ。